ルーカス・ルーア・ルーカス・ルーアは、ドイツのレーシングドライバー。ルアーアと表記される場合もある。1989年にカートレースでキャリアを始め、世界カート選手権や、フォーミュラ・フォードなどで活躍した。2000年からは、ルマン24時間レースに、ディルク・ミューラーとボブ・ボオレクと共に参戦した。この年は失格の採定を受けてしまうが、2回目の参戦では、 ケビン・バックラーとティモ・ベルンハルトと共にクラス優勝を獲得した。翌年もエマニュエル・コラールとサッシャ・マーセントクラス優勝を達成した。ルマンには2013年まで7度参戦し、2007年にはドイツツーリングカー選手権にも参戦したが、このレースでは思うような結果を残すことはできなかった。2011年には FIA GT1 世界選手権にミハエル・クルムと共に 日産、GT-R で参戦し、クルムと共にシリーズチャンピオンを獲得した。ドイツフォーミュラ3選手権、インディカーシリーズアメリカンルマンシリーズユナイテッド、スポーツカー選手権、ルマン24時間レースデートナ24時間レース、セブリング12時間レース FIAGT 選手権、FIAGT1 世界選手権、ブランパン GT シリーズ、耐久カップアダック GT、 マスターズスパフランコルシャン24時間レースニュルブルクリンク24時間レース。ありがとうございます。